おはようございます。モテキ工作美空研究所、今日は12月21日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうなんですか。森田さんおはようございます。森本茜さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。寺石由香さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。北海道ももうさすがに千歳も結構な雪かな。寒いだけじゃ済まないですね、ここまで来るとね。どうなんでしょう、中島明さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。直君の倫理学読んでみた話からしますか。後半の方が良かったね、聞きやすかったですね。無言が少なくなったから。でもなんだろうな、実際あれかな、その文章としても具体が増えてきて、友人さんの倫理学の後半の部分って結構その抽象から具体にだん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 近づいていく感覚があるから、なんだっけ、その徳の話ね、いい徳と悪い徳があって、まあどっちも積んでいくわけですけど、まあその徳失点差みたいな話ですよね、結局ね。でまあどちらもなんだろうな、ゼロにはならないんですけど、生きていれば、まあ調子が悪いと悪徳が増えてしまうフェーズに入ってしまう、まあそういうコミュニティに属してしまうからなのか、なんだろうな、頑張った学んだつもりかもしれないけど、そうだな、周りと噛み合わない時にはせっかく学んだことも悪徳になってしまったりってこともあり得ると思うんですよね。それは何だろうな、必ずしも怠けたから悪徳になるっていう話でもないかなと思ったんですよ。まあ簡単に言うと、まあその欲求に負けて甘いものを食べちゃうとか、まあそれが習慣化してしまって、なんだろうな、悪いと思いつつもだったらまだいいんだけど、もう悪いことだとも思わずに、いいことだとすら思わずに、無意識に気がついたら食べてるくらいのいうとこまでいくとね、まあかなり体が壊しやすいとかっていう、でもまあ選んで好きだから食べてるとか、まあでも食べ過ぎない方がいいとか、食べ過ぎない方がいいと分かりつつちょっと食べ過ぎてしまう、ついつい食べ過ぎてしまうぐらいの話っていうのは、まあ、それこう結構まだ頭でコントロールできてるっていうか、コントロールしながらも悪徳側に寄ってしまうこともある程度の話だと、あんまり得失点差はつかないと思うんでね。でももうなんだろう、いいのか悪いのかのではほぼ認識していないっていう状態で、悪い習慣が無意識のうちに刷り込まれていたりとか、これはその得失点差を広げてってしまうよね。その制御がかからないん でそれも含めての部分だと思うんで、得の部分って、まあ具体はもう無限にあるんですよね、具体的な話ってね。その倫理学っていう一見入りはこう抽象っぽい話なんだけど、良い徳を積み悪い徳をできるだけ積まないようにするっていう、割と単純でシンプルな話で、3000年前のアリストテレスさんの頃からみんな知ってるっていう話なんだけど、みんな落ちるっていう延々誰もが落ちり続けて、じゃあそれを何だろう、まあとある宗教で
制御しようと試みたり、まあ、宗教みたいに教典のはっきりしたものじゃなくても、まあ、社会風土としてこう格があるべしっていう慣習で、制御してみたり、まあ、だけど結局普遍、問題は普遍なんだけど社会環境が普遍じゃなくてこう激動していくもんだから通用しなくなってきて、絶えず同じ問題に僕らはこう繰り返し結局ね向き合わざるを得ないというまあそういう話かなとも思いましたよね。だから、みんな知ってるしすっげー昔から分かりきってることを倫理では取り扱っているんだけど結局個人の具体とかその特定のコミュニティにとっての具体とか特定の時代に沿った具体とかっていう風にしていくともうその都度常に、具体と抽象のすり合わせみたいなのはあのニコマコス倫理学っていう、まあ、一つの戻ってくる軸みたいなもんだと思うんですよね。普遍の真理を説いてるっていうよりは軸ですよ、あの拠り所としてこれに照らし合わせると今のこの具体ってどうなるっけっていうのをちょくちょくチェックしてないとすぐずれるっていう、まあだから結局こう同じことをみんな繰り返してしまうわけですよね。面白かったですね。なんかあのラーメンだったり甘いもんだったりスタバだったりって。でも一方ではその良い徳なんだな、これは良い徳なんだなっていうのをあのちゃんと認識して自分でちゃんとこう評価してあげるっていうか、それを直くんは結構ちゃんとやってるなっていう印象もありましたね。なんか昨日の話を聞いてたら、うん、まあだからそのよりどころとして戻ってくる軸としてその宗教は使いやすいとか倫理学も使いやすいとか、まあ古典的に、ずっと言われてきたこと、まあ、あるいはその個人の話で言ったらご先祖様にこういう言い伝えでみたいな話も結局そうだと思うんですけど、大体そこに立ち返るっていう癖がついていると今現在の具体と照らし合わせて、全部が全部その正解が書かれてるわけじゃないんだけど、取り戻しやすいっていうか見失った軸を取り戻しやすいみたいなことなんだろうなというのを直くんの放送聞いてて思ったりしましたね。すごいなんかあれいいっすね、うん、こう読みながらその直くんが自分で自分の個別具体を友人さんのニコマコス倫理学のノートを読みながらチューニングしているところを実況中継しているような感じ、そんな風にこう聞こえましたね。で第一回より慣れもあったかもしれないけど聞いてるこっちも慣れてきて、無言時間とかも全然気にならなかったです。まあ短かったっていうのもあるかな、割と喋ってたからっていうのもあるかもしれないですけど、すごい面白かったですね、うん、そんなこう高尚なことを20歳がやっているというのにね、倍も生きている中島明は何をやってくれてるんだという話なんですけど何してんですか、そのあのボケなくていい大喜利ってボケちゃうんですけどどうしたらいいんですかね分かんねえけど、新しいよな。でもあれそうだよね、なんかさボケなくていい大喜利ですよって言うとみんなボケ出すじゃん結局で、単純に大喜利だって言われるとなんか俺センスないからちょっとってなるじゃん。
あれ大発明ですよね。ボケなくていいよって言われると、要するにじゃあ大喜利じゃねえじゃんっていうそもそもの話なんですけど、意図としては結局、なんていうかセンスのないボケでも許容しますよって言ってるんですよね。だからハードル下げてるんで、まあ、ミニハードルをひっくり返しても地面に線が入ってるだけだから飛び越えることは簡単だよねっていう状態にしてある、まあ、ガチのハードルだとさ、あれ飛び越えるのにみんな引っかかっちゃって倒したからさ。だけどミニハードルならいけるでしょうも、ちょっと気が引ける人は必ずいるから、じゃあもう最悪そのミニハードルもひっくり返して高さなしで線だけ越えてくださいという感じだよね。そうするとボケなくていい大喜利っていう設定はもう最強でみんなこう小ボケの連発が連鎖し始めるという、まあしまいにはさ、あのボケなくていいって言ってるから本当にボケないターンとか出てきたりしてさでもそれってすげえ重要で、あの本当はでもなんだろうな、どっかでなんかこうこれ言いたかったんだろうなみたいなことが引っ張り出されるっていうか、その引っ張り出す方法が本人も分かんないんですよね。トリガーがないっていうか、それをこう見事に引き出しているお題で、素晴らしい。本当どうでもいいんだけど本当どうでもいいんだけど、いや俺だからアキラさんみたいなあのどうでもいい話のスタイフの放送も含めてなんですけど、ここに僕はもう本当最大の価値を感じてて、まあああいうのが一番こうコミュニティを活性化させるし、現にね一番活性化させてるんです。まああればっかりでも成立しないけど少なくともやっぱりエネルギーがこうワッと上がるよね、うん、あのハードルをただ単に下げるんじゃなくて面白く下げてあげるっていうか、あのただつまらない下げ方をもあると思うんですよ、うん、いるだけでいいですよって言われたら、まあ、優しそうに見えるけどつまらなくて退屈になっちゃうかもしれないじゃないですか。いるだけじゃなくて、ボケなくていい大喜利ですよって言われたら、なんかそのいるだけでいいと同じぐらいのニュアンスで非常に優しく、なおかつちょっとピョンと超えてみようかなっていう動きを促してるんですよねめちゃくちゃ単にハードル低くしてるんじゃなくて動きを一歩促してるからすげえ活性化するんだよな。めちゃくちゃいい大発明だと思うな、あれな、うん、あの他の人たちにも輸出したいですねあれどこで覚えたんですか、あの会社では流行ってんですかバイト先で流行ってんのかな。ボケなくていい大喜利やろうぜとか言って仕事してんのかなんだったらもう上司の人にそれ出してるんじゃないですか。ボケなくていい大喜利で部下がドン引きするようなあの上司の朝礼がありましたと、さあ何と言ったでしょうみたいなっていうのを上司に出すっていうねまあその時点で上司がドン引きするっていう可能性があるんですけど面白いですね。仕事場で使ったら面白いかもしれないですね。どうなんでしょうか、後輩に出した方がいいのかな、こう現場の後輩さんとかどうっちゃうんでしょうね、バイト先とか、私が今からなんか何かを言ったとしてあなたはドン引きしました、さあ何でしょうとお考えくださいと相手が出してきた答えをあのできる限りやるっていうねそしたら
確かにそれドン引きそうですねっていう会話で大受けしそうです。面白いよね。いや、なんかだからコミュニティにこういう逸材が一人いるっていうのは本当はでかいんですよ。ありがたい話だなと思いますね。本当にアキラさん来てくれてよかったなって昨日も思いましたよ。とてもだってああいうのってさ、まあ僕らさ、何のサロンかよくわからないですよ。まあそれぞれが抱えている何かしらの課題だったり、成長に向けたこう、まあ、向上心とか成長に関わるお題、問題意識、何でもいいんですけど、まあ、それについてちょっと研究をポップでライトにみんなでやりましょうっていう。で、まあ、一人で黙々と探求することも研究なんだけど、研究って第三者とシェアして、議論まで含めて初めて研究なんですよね。だから、まあ、そういう要素をなんかこうちょっと交渉じゃないこともハードル下げて、何でもいいから全部その研究っぽく、研究っぽいプロセスに乗せてみたいなと僕は思っていたので、まあ、そういうコミュニティになったらいいなと思ったら本当見事になってて、まあ、まさか倫理が来るとは思ってなかったし、親子関係かって、まあ、研究対象だよね、どう考えても。で、まあ、成果が云々じゃなくて研究していること自体がこうメンタルを安定させるみたいなところをこう明らかに感じますし、まあなんだろうな、そのアキラさんのどうでもいい話とかも、コミュニティを活性化させる要素って何だろうがあると思うんですよ。結局ハードルを下げるっていう技術は結構大事でみんなやろうと思ってもできないんですよ意外とね。ポップでライトにして誰でも来ていいですよって、例えば、まあ、そういうイベントって世の中にたくさんあるわけです。例えば僕の分野なんかでいくと、科学の研究ってすっげえ小難しそうだしとっつきにくそうだから、ハードル下げて優しくしますと、誰でも来ていいですっていうね、サイエンスカフェとかいっぱいあるんですよ。ただ、優しくして誰でも来てよくすればするほどつまんなくなっちゃうっていう、そのトレードオフしかない、解がないのかっていう、そのなかなかな壁に長らくね、まあ、僕も含めてみんなこう科学の業界に携わってる人はみんなぶつかってて、まあ一方ではもうそんな分かってくれなくても粛々と僕の、探求すべき研究をやって論文を書くことだけが仕事だし、それ以外評価を受けるわけじゃないんだから、もうガン虫でねひたすら研究すると、世に発信するとか1ミリもいらないというね、それを決め込むことも一つの美学ではあると思うんですよ。研究者としては正しいっちゃ正しいです。で、まあ僕みたいにそのなんか外に出てって、テレビ出演を試みたり本を書いたり、なんかそれだけ単発じゃ全然こう手応えがないから、何年か粘って、いろんなイベントに出かけたり、自分の YouTube チャンネルにしてみたり、まあ、Facebook 自体もねそもそもそういう目的でスタートしたところがあるんですけど、僕の中ではね、まあ、そうこうしながらもうどんぐらい経つんですかね、10年以上はまあそうこうしてると思うんですよ、少なくとももっとかな、15年はやってるかな。学生の頃はそこまで考えてなかったですけど、そんな余裕がなかったっていうか、まあでも分かりやすく説明したいなっていう欲求はあったかもしれないですけどね、その後輩に教えるとか、まあそんなことを含めて。でも分かりやすくすると不正確になるっていうトレードオフからまず逃れられないっていう問題が最初にあって、
分かりやすくかつ正確で、面白いを成立させるにはどうしたらいいみたいなのを結構ひたすらやってた時期があって、あ、ユージンさんおはようございますそうだね、もうお仕事準備の時間ですね。そんなのがあったけど、あ、結構でもそれは割とクリアしたわけじゃないけど手応えのある時期があって、まあこういう仲間と組めば、その自分と違う能力者と組んでいくと、その自分一人でこうなんとか分かりやすく面白く、正確にみたいなことを一人でなんとかしようとせずに、仲間を作って能力者のこう側面を変えていくと、意外とイベント全体としては成立するっていうことをまあ経験したりして、まあでも言ってもそのコミュニティを維持するみたいなことっていうのはまだ作れたことがなかったですね、結局ね。コミュニティとしてはやっぱり研究者同士になったり、まあ言っても気象予報士レベル、まあある程度その自分と興味関心の深さがこう一致してるというか、こうでも本当はもうちょっと広げたいのは、それこそその砂塚さんじゃないですけど、向上したいとか成長したいとかっていう目線の角度がこう上に向いてる人だったら全員とつながりたいなんていう欲求は根っこにはあるんだけど、そこまでこう範囲を広げるとなかなかつながれないなって思ってたんですよね。それがこうここ数年だったかもしれない。でそれでこうあっちこっち行ってるうちに、あの、まあ、スプリントがあの今ね、僕の中では今とみんなとこう共通でつながるきっかけになってることが多いですけど、スプリントそのものに意味があるんじゃなくて、もうちょっと根っこでいくと、あの僕は健康なんですよ自分の健康にめちゃくちゃ不安を覚えた時期があったから健康やべえってなって、適切にちゃんと運動するとか、あの適切にちゃんと物を食べるとか、結構な知識を要するし、結構ちゃんと研究しないと、それこそなんか正解があるわけじゃなくて、自分に合ったもの、自分がどう生きたいかにもよるでしょうし、そこと直結していて、なおかつつながるべきコミュニティでいくと結構広くなりそうだなと、でその自分の今まで業界の中だけで閉じこもってコミュニティ作ってたのからはだいぶ離れた外側でいろんな価値観の人とつながれるそうだなと、まあ、実際そうなったっていうのがこの海空研究所に至る流れなのかなと思って、でそこに至った時にあの今度は、気象学っていうの軸を僕はこうあえて外に置いて、まあ、使ってもいいんだけど外に置いた上で、でも研究者だという体は捨てずに、でなおかつみんなとこうハードルを下げてかつ面白くとか、まあ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 なこう連立方程式っていうか難しい回なんですよこれ、結構ね、あの解こうと思ったらあのどれか一辺倒になりがちだし、そのハードルだけ単純に下げても面白くなくなっちゃうっていう時にね、やっぱそこにこう最初に初期で集ってくれたメンバーの能力のばらつきがすっげえ重要で、アキラさんのあのハードルの下げ方はもうめちゃくちゃ今俺にとってね、こう最高に重要な要素です本当に情報価値ゼロなんですけどもコミュニティとしてはアキラを抱えてるということはめちゃくちゃ価値でかいんですよと僕は思ってるっていうことなんです。 あれってなんていうの、情報だったらさ、例えば僕が役に立つ情報を発信していて、そこにオンラインサロンとしてこうみんなが集っている場合、その情報って他でも得れる可能性があるんですよ。
なんだったらその一時的に集まって学んでその情報を持ち出して他で独立して立てれば、まあなんだろう、まあ競合じゃないですけど、まあ、持ってってコピーして、もっとうまくやるみたいなことって可能だと思うんですよね。情報をもし売っていたとしたら。ですけど、これ絶対盗めないだろうなっていうね。中島明を用意していて、どうでもいい話で大喜利、そのボケなくていい大喜利でみんなが盛り上がるみたいなことって絶対盗めないじゃん。真似したっていいんだよ、誰が真似したっていいし、いいんだけど、あのこのやり取りとか、あの僕らの間の関係性とか、あの面白いよね。やってもやらなくてもいいことを毎日毎日発信してて、言っても言わなくてもいいことをあの明田さんにしてどうでもいい話ばっかりしてて、それでなんかその周平さんとか友人さんとか善くんとか、あのなんだろうな、その誰かにね、これをこの熱い思いを伝えるぞみたいなことではないけど、発信して記録して残しておこうぐらいの割と軽いハードルをちょっと超えるところで音声発信始めて、それをなんかこう少なくともここにいる10人のメンバーはめちゃくちゃみんなお互いに価値を感じているわけじゃないですか、その内容にね。それ全くんの日常かもしれないし、獣医さんの独り言かもしれないし、周辺のもじもじゃないかもしれない。あれはなんかもうボイスだけで割中身いらないかもしれない。もうあのアートとして成立しますよ。音楽としてもじもじあの低音ボイスを聞くだけで割と心地よく寝れるっていう。なんか内容あんまり覚えてねえけどみたいな感じでもいいのかもしれない。でもそれでこうみんなお互いそれになんとなくこうよくわからない、値段がつくのかつかないのかよくわからないけど、みんな価値を感じてるじゃないですか。いいねっつって、まあ、それはこうその価値を与えているのは市民さんみたいなキャッチャーがいるからっていうのもあるし、あの場合によってはこうなんていうか思い悩んだり迷ったりしてるようなところに砂塚さんみたいな人があのヘリクトの素粒子であの割とすっきりあれ結局ヘリクトじゃなくて割と明快な回答だったりするんだよね、砂塚さんの話ってね。でもこう伝え方が優しいような、あの自分の言葉を自ら最年長者がさあのヘリクツと称して、うん、で素粒子ってまあ一番小さい粒だからねめちゃくちゃ自分を小さくしてさ、でしかもヘリクツという角度で、まあでもまあそれ買いだよね結局ねっていうようなあの話を返してくれたり、いや本当見事なやり取りだなとまあだから中島明がのボケなくていい大喜利はやっぱりシリーズ化してほしいですね。あのサロンに入ったらメインの売りはこれですって俺的には言いたいんだけど、言っても伝わらないから言わないけどねその俺の中で一番の売りあれだよって思ってますね。そうですね、あと昨日ゆかさんのフェイスブックの投稿を見た人いますか。あの日曜日に森博さんと秋葉ひろきさんとあの海浜幕張の砂浜でね、スプリント練習森博塾というのをねやってきたんですけど、でまあゆかさんが森博さんにこう教えてもらうという体でいろいろ言ってたんですけど、まあ、僕の中でも一番の最高のハイライトだなと思ってるんだけど、あのこのカメラ撮っといてよかったっていうシーンがあって、夕日に対する逆光で、
僕ら4人が砂浜でこのスタートの練習をしてるシーンをあのゆかさんの投稿でアップしてるんですよ。で、まあ、森博さんがお手本でこう綺麗にスタートを決めると。でその後ゆかさんもそのあその感じなんですねっつって試しにやるんだけど、あの砂浜の地面に前傾かけすぎて頭から突っ込むというですねダイビングしちゃうっていうね、あの素晴らしい映像を我ながら残したなというね、あのそれがねちょうど夕日の逆光になってて影で綺麗にそのゆかさんのスプリントフォームのこう前傾姿勢が一瞬出来上がった一瞬があって、そこまで完璧なのよ。でその後まあズベッと頭からいくんだけど焦げちゃうってね。あでもこうめちゃくちゃ美しいよねあれね、なんて美しいんだと思いましたね。もうゆかさんのこう生き方そのものですよ本当に。こけるかもしれないしちょっと無茶してるかもしれないけど、今の技術ではあのこけることでも前のめりに行くっていうあれがね、要するにいわゆるもうこう腰が引けるというか、あの年を取れば取るほどですね禅のような綺麗なスタート決めれなくなるんですよ。腰が引けて、脳みそにいろんなもの詰め込んでいる、思い出から経験から大事な人との関係から何から何まで脳みそに大事なものを詰め込めば詰め込むほどですね、頭から飛び込むってことに対する恐怖がめちゃくちゃでかくなるじゃないですかそのだから要するに大人になってこう一歩前にチャレンジするみたいなのが足取り重くなるっていうのは、まあ、頭が大きくなるからですよね。頭が良くなればなるほどそうなるってことだと思うんです。でゆかさんの場合はあのそういう時期があったんでしょうねかつて。でそうなってそれを一回乗り越えてセルフコーチングという最強の武器を手に入れたことによって、あの頭から言っても死なない飛び込み方を学んだんだと思うんですよ。だからどんどん踏み出せるんでしょうね。で、まあ、それはその生き方の話ね、生き方の話としてゆかさんはそれをこう毎日体現されてる人だと思うんですけど、あの砂浜で本当にこうスタートダッシュにチャレンジして、あの一歩目こう力強く蹴り出して前傾姿勢を完璧に一瞬取れてたわけよ。取れてた上で二歩目の足が着地間に合わず、そのまま頭からズベッと砂浜に突っ込むというですねシーンがゆかさんの投稿フェイスブックとインスタに投稿されてるんで、ぜひ見てほしいです。美しいですよ本当に。でも本当と途中までの一歩の踏み出し方としてはもう完璧でめちゃくちゃ楽しいわけですよ。でもみんなあの一歩の踏み出し方ができずに腰が引けてしまっていいスタートが切れないんですよね。あれができるようになるのは本当に技術だから。であの技術のためにじゃあ技術だったら練習すればいいのかっつったら、練習でも勇気が出ないんですよ。練習で安全が確保されていても勇気が出ないんです。普通砂浜で柔らかくて、森博さんと秋葉さんと僕で前で大丈夫とそれでいいんだとみんなで言うことによってですね、あのゆかさんもこう見事に頭から突っ込んでですね、あの正しい進化を遂げているその一瞬のワンシーンなんですけど、あれ本当に貴重な一歩だと思います。ぜひ見てほしいです感動するよ。あの夕日の逆光っていうだけでね、あの映像的にはただそれだけでずるいよっていうぐらいね美しいんですけど、まあ、その影になったあの4人の姿とあのその4人立ってる中からこうゆかさんだけ前にビョンって飛び出してあ飛んだってなってでそのスターあまり埋もれていくっていうごめんね笑っちゃって。ゆかさんその、 あのこれは美しいという話をしてます本当に突っ込んだみたいな
真横から撮るとこんな綺麗に突っ込むんですね。なんかもう水面にじゃ飛び込んだのかなっていうぐらいの角度で、あの鋭角に入ってってますダイビングしてて、でもあの角度をそのアスファルトとかあのタータンとかではできないからね。だからあそこでやるべきなんですよね、うん、砂浜っていう恐怖心をこう。でも砂浜でも怖いと思うよ、頭から突っ込むって、うん、でもその勇気というか恐怖心を一歩乗り越えた先でしか本当の力を発揮できるポイントってないから、めちゃくちゃいい動画ですぜひ見てほしい俺も10回ぐらい見ました3回繰り返してもビョンっていってザバーって入ってくから本当かっこいいですよあれをね、できる大人でいたいなと思ったりしました。ということで今日も皆さん一日誰と笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしくださいじゃあねゆかさんじゃあね体大丈夫かな、筋肉痛だと思うんですが、ケアしてくださいね。それでは。